穴が生まれる。弟か妹が生まれそうなので、坊やは知り合いの家にしばらく預かってもらうぞ。すいません、生まれます。二人目だからか結構余裕ですね。なんか変だわ。うさぎ野郎のホラー劇場だよ。映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。悪魔の赤ちゃん。1974年のアメリカのホラー映画。生まれてきた赤ちゃんが最強戦闘力を誇る悪魔の赤ちゃんだったというタイトル通りのわかりやすい映画。リック・ベイカーさんデザインの悪魔の赤ちゃんはグッドデザインですが、劇中ほとんど出てこない。出生の原因はややほのめかされているが、はっきりとした理由は描かれていない硬派な作り。現代のイッツ・アライブはフランケンシュタインの有名なセリフだそうで、実は悲劇的なお話だったりする。やべえ子を産んだ両親の社会的差別やメディアなどの利己主義な奴らの振る舞いや、さらに親子愛など、パッケージや日本タイトルから漂ってくる B 級感とは裏腹に、社会風刺的な内容も含んだかなり良作。ラスト間際の親子のやりとりは何度見ても結構泣ける。続編が2作品と2008年にはリメイクもされている、なかなか愛されている作品ですよ。パート2とパート3は1枚の DVD の両面に収録されているお得な珍しい作り。それではとんでもない赤ちゃん産んだけど奥さんは無傷で翌日には退院してしまうネタバレ。このコーヒーにも添加物がいっぱい、子供たちにはかわいそうな時代だ。私は強力なゴキブリ駆除剤を作ってるんだ。まあ、駆除剤の効かない耐性ゴキブリも作ってしまうけどね。くそー、自販機に50セント飲まれた。無駄話の中に何かをほのめかしているよね。奥さんも2回目の出産だからか、旦那さん落ち着いていると、なんと分娩室から血まみれのお医者さんが出てきたぞ。なんと分娩室では医者も看護師も皆殺しになってしまっているではないか。プレデターでも襲ってきましたかね。すぐさま来た警察が調べた結果、窓にあった逃走したであろう穴が小さいので、生まれた赤ちゃんが犯人だと確定。そんな雑に確定していいんですか？普通の産後の方だったとしても早すぎるけど、奥さんはもう明日退院してもいいとのこと。ちなみにお子さんを発見した場合、ぶっ殺しても構いませんか？構いません。その子は私たちとは何の関係もありません。こんな事件を起こしたクリーチャーだったら我が子でもそう思うものですかね。帰りの車で聞いているラジオでは、なんともう事件のことが報道されていて、この夫婦は実名で報道されているではないか。おかげで旦那さんは仕事をクビになってしまい、報道陣に詰め寄られるひどい目に遭い、奥さんは偽の家政婦に会話を録音されたりする。ある意味被害者でもあるのに、世間の風当たりはやはりこうなりますかね。一方、脱走した悪魔の赤ちゃんは順調に次の犠牲者を出しているぞ。負けじと警察も警官大量投入して悪魔の赤ちゃんの行方を追うのだが、警察の捜査虚しく、普通の赤ちゃんを間違って包囲しちゃったりしてしまうぞ。生まれつき戦闘力高すぎるし、どんだけ高速のハイハイで移動してるんですか。医者たちは奥さんに処方していた避妊薬のせいかもしれないと思い、悪魔の赤ちゃんをコッパみじんにしようとしている。旦那さん、原因究明のため悪魔の赤ちゃんの権利を放棄してください。わかりました。子供の頃フランケンシュタインが本当に怖いと思っていた。大人になって改めて読んで気づいた。怪物はそれを作った博士の方だと。どちらも怪物なんだ。自暴自棄になる旦那さんの言葉を聞いてショックを受ける奥さん。小学校に悪魔の赤ちゃんを追い込んだぞ。マジで強え悪魔の赤ちゃんに全く太刀打ちできない大量投入されている警官たち。悪魔の赤ちゃんというよりもはやミュータントかなんかなのではないか。悪魔の赤ちゃんを取り逃がし、重い気持ちで目覚めた旦那さんは冷蔵庫の食材が減っていることに気がつく。なんだか様子が不自然な奥さん。あなた、私たちの赤ちゃんなのよ。僕の弟だ。僕が守ってあげるよ。あの子は俺たちとは何の関係もない。旦那さんも協力し、ついに警察は悪魔の赤ちゃんを下水道に追い詰めることに成功したぞ。にゃんにゃん、にゃんにゃん、にゃんにゃん。
ねえ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 、もう大丈夫だよ。そして物語は涙なしには見れない展開から、というラストシーンへ。星 4.5 つ終わり。